どうも、翔でーす。ゆうでーす。二人合わせて、翔でーす。お願いしまーす。今回、ザスパのライバルチーム、まあ、相手チームを、相手チームをね、はい、調べる第2弾ということで。第2弾。はい。そう。まあ、順位の下からっていうことで、はい。昨シーズン、J2 で20位だった、栃木 SC ですね。はい、お隣の県ですね。お隣の県、そう、北関東ダービーの相手、栃木 SC、まあ、ザスパが J2 に上がったことで久しぶりにね、はい、北関東ダービーがまた水戸と栃木と3チームでできるということで。北関東みんな J2 ですから。まあ、強いて言うなら茨城にちょっと強すぎるチームが。まあ、そこはあんまりちょっと触れないようにしよう。ね、ダービーというのもちょっとおこがましい相手が。そう、レアルと戦ったことある、ね。そうだね、レアルと戦ったことあるんですね。そうね。某アントラーズさんがいるんですよ。そうそうそう。もう言っちゃってるよ、本当に。まあ、そこは置いておいて。置いておきました。はい、まあ、栃木 SC。はい。こちらもね、まあ、J3 歴もあるチームなんで、まあ、なんか比較的ちょっとね、親近感が湧くというか。うん。去年もギリギリまで残留争いしてなんとか残ったチームなんですけど、はい、でまあね、こちらはまあ選手名鑑見る前から知ってはいたんですけど、はい、まあ、大きなトピックスとしては元日本代表フォワードの矢野貴章選手が加入して、はい、フォワードの柱にという。矢野選手来ました。でも僕らの世代的にもさ、矢野選手はさ、やっぱりワールドカップの代表にも入ってたし、入ってたね、すごいビッグネームで。確か2010年のワールドカップのオランダ戦に出てたのかな。出てたかな、うん、出てたかもしれない。途中交代だけど、うん、途中出場か、確か出てたね、うん、そう。で、そう、身長も確かそこそこあって、180後半ぐらいだよね。4ぐらいあったか、うん、確かに見てる時になんかすごい身長の大きい選手が入ってきたなっていう印象があって、うん、その選手が今栃木にいるとちょっと信じられないというか、ね、夢みたいな話なんですけど、もう俺の記憶がね、正しければなんだけど、うん、矢野選手はね、一回ディフェンダーやってた気がするんだよ。本当に ここ何年か前に、サイドバックとかやってたんだよ。本当に、うん、背が大きいからさ、センターバックってのは分かるけど、サイドなんだ。サイドバックをやってた気がする。そう、いつだったっけな、新潟にいた時だったのかな、それとも違う名古屋時代だったのか忘れたけど、一回なんかディフェンダーやってる試合が、ね、あってね、それはね、ネットで見てね、あ、ディフェンダーやってんだって思ってびっくりしたんだけど、まあ、今年はもう栃木でやっぱ前線でちゃんと、まあ、本職というか、まあ、最前線で使われるっていうことかな。そういうことですね。まあ、あとはもう一個言うとしたら、我々はね、ずっとまあザスパの話をっていうことでやってきたんですけど、はい、まあ、昨シーズンね、J2 昇格にも、ね、かなり貢献してくれた、はい、佐藤翔選手が、まあ、栃木に移籍ということで、はい、まあ、開幕戦もボランチでスタメンで出てた、はい、ということでね、まあ、ザスパには馴染みのある選手で。この予想、まあ、そうか、予想フォーメーションには、まあ、入ってなかった。控えとして、こっちのね、サッカーダイジェストの方だとね、うん、スタメンになってる。おー、やっぱり違うんだね、予想フォーメーションが。そうだね、やっぱ記者さんによって結構絶対的な選手以外はやっぱ予想フォーメーションって変わるんだなっていうのは思うね。なるほど。そう、佐藤選手もね、やっぱ去年すごく良い働きを、まあ、特に守備面で結構印象に残ってたようなイメージがあって、はい、僕としてはだけど、うん、だから、ね、結構いい選手だから残ってほしかったんだけど、うん、まあ、移籍ということで。あ、そうだね。でも結構近い県だから、ね、見に行こうと思えば見に行ける、ね、佐藤選手見たいって時は結構行けるかな。行けるかな。あとはザスパにゆかりのある選手だと、左サイドバックに瀬川和樹選手がいるんだけど、はい、この選手はね、2013-14ぐらいかなにザスパにルーキーで入ってきて、その後、まあ、J2 のチームとかを転々として、まあ、栃木に来たって感じなんだけど、13-14群馬ってなってるね。あ、13-14か、うん、そう、なんか覚えてる。山形に行って、そうだね、山形、山口、栃木に来たんだね、うん、そう。でもその瀬川選手はね、まあ、ジャスパにいた頃ってのはそこまで試合もちろん見れてはなかったんだけど、うん、なんか結構やっぱいい選手でスタメンで結構出てた選手だったんだから、なんか印象には残ってて。なるほど。名前はすごい聞いてて、あそれで、そうで、栃木の試合も、あの試合見たんで、見た、あ、開幕戦、開幕戦を長崎対栃木、あで、まあ、長崎に1-0で負けちゃった。あ、でもどっちかっていうとなんか、うん、栃木は攻めてたような
イメージあって、長崎相手に、はいはい、長崎の方が去年の順位は上なんだけど、うん、結構あのなんだろうな、積極的にプレスガンガンかけていくような、まあ、ここの選手メーカーにもハードワークを貫き反抗のシーズンって書いてあるんだけど、確かにこっちにもハードワークを厭わないって書いてあるから、だからやっぱりハードワークが走ってプレスしてみたいなコンセプトのチームなのかもしれない。なるほど、体力作りとかが徹底してるのかね、うん、そういうのでね、90分間戦える。なんかね、あと今年の栃木のテーマとしてストーミングって言われてる、うん、なんか嵐のようなプレッシングかけるみたいな、まあ海外で言うとリバプールとかが多分やってる、取り入れてる戦術らしいんだけど、まあ、そのチームの切り替えの速さで勝負する。なるほど、まあ、その戦術をね、まあ、用いて戦おうとしてるらしくて、田坂監督が。なるほど、田坂監督は2年目なんだね。だから、まあ、ある程度去年浸透させての今年ってことなんだけど、うん、そうすると走れる選手が多いっていう、まあ、必要となってくる戦いなのかなってところ で、まあ、あと矢野選手も入って、で、ね、開幕戦にもう一人で2トップで出てた有馬選手っていうのが、ね、すごいね、印象残ってたの。有馬選手身長高かったんじゃないかな。そうだね、181センチで、ああ180あるんだ、19歳。そう、19歳、若い選手、若い選手。そう、なんかなんだっけな、鹿島からって言ってたかな、うん、鹿島からレンタルで来たんだ。そう、この選手とその矢野選手が結構体張ってボールを収めてみたいな感じの戦い方をしようとしてる感じだった。おお、なんか年の差がすごいな、この2トップは。そう、年の差2トップ。おお、若手とベテラン。若手とベテランの。矢野選手187センチあるっけね。でかい。でかい。そう、それで、そのさっきも言った瀬川選手が、はい、まあ、左サイドバックなんだけど、すごいあの位置からいいクロスを、ね、かなり上げてて、もう栃木でバリバリの主力だなっていう感じで、もう瀬川選手で攻撃の起点になるみたいなシーンがかなりね、あった気がしたね。なるほど。あとは右サイドバックの溝渕選手も多分、ね、結構クロスを上げて、結構もう後ろから長めのボールで前線に送るっていうシーンも割と多かった気がするから、まあ、それもあってやっぱ長身180以上ある2人を並べてるのかもしれない。なるほど。そうするとちょっと高さがね、うん、まあ、ないというか、そうね、まあ、足りない。ザスパにとっては強敵になる可能性もあるかな。やっぱりそこは林選手に期待をして、林選手に、まあ、でも林選手はフォワードだからあれか、うん、でもまあセットプレーとかの時はね、まあ、そうやってくれるから、うん、矢野選手をマークってわけにはいかないの、うん、あ、なるほど。ちょっと180台が2人2トップってなると、そうだね。あとはね、高さのある選手ではないんだけど、うん、エスクデロ・セルヒオ選手が新加入できたんだけど、この選手はね、もともと浦和レッズにいて、一応多分国籍は日本人なんだよね。あ、うん、この選手が、まあ、京都から移籍してきたのかな。なるほど。そう、この選手が多分開幕戦も途中出場で入ってきて、でちょっと多分ね、フォワードってなってるんだけど、多分サイドハーフの選手と変わって2列目で出てたかな。なるほど。多分ドリブルとかの上手い選手なんじゃないかな、確か。だからそういう流れを変えるような選手も新加入でベテランで入ってきて、そう、結構でも見るとね、名前もまた聞いたことある選手でいうと高杉選手とかは結構ベテランなのかな。高杉選手は一度セルビアから愛媛に行って、うん、この選手もなんか長く G2 でやってたなってイメージ、その自分がね、ザスパちょっと見てた頃から J2 にいた記憶があるから。なるほど。なんか名前だけ知ってる。この人も身長が高いんで182センチ。ああ、結構あるんだね、うん、ディフェンダーも長身が。そうかもしれないね。田代選手が185センチ。ああ、結構ない、上背もある選手もいて、さらにプレスもかけまくるっていう戦法なんだ。ハマれば強そうだな、これ。栃木はでもスタメンで言うと、そうか、開幕戦のスタメンがベースになるかもしれないから、ちょっと開幕戦の話で、はい、まあ、一応オーソドックスな 4-4-2 っていう、そのフラット型の 4-4-2 ですね、うん、でキーパーが川田選手、はい、でディフェンダーが右から、先ほどから名前出てた溝口選手柳選手っていうのかな。あ、こっ
ちには予想フォーメーションにもいないな。柳選手。柳選手でいいんだよね、一番。ああ、これフォワード、これフォワードだ。あれ、もしかして、選手名鑑出た後に来た乗ってないかな、ちょっと。かもしれない、うん。っていうパターンもあるのかな。多分ね、自分の見間違いじゃなければ、柳選手ってなってたと思うんだけど。まあ、多分似たような選手がディフェンダーでいないから、多分間違いないと思う。かな。うん。で、田代選手、はい、で、左が瀬川選手。瀬川選手。で、ダブルボランチが佐藤翔選手と岩間選手、はい、で右サイド選手が秋元選手、右サイドが秋元選手で、左サイドが大崎選手で、ツートップが有馬選手と矢野選手だったかな。おー、うん、大崎選手、大崎選手、あー、この人28歳、28歳、そうだね、大崎選手、まあ、やっぱりハードワークって書いてある。ああ、うん、こっちの選手メーカーにも大崎選手なので、ハードワークって書いてあるから、めちゃくちゃ走れる選手なのかな、うん、栃木の戦術にマッチしてる選手なのか、うん、そう、まあ、長崎にはまあ 1-0 で負けてしまったんだけど、うん、まあ、それはね、あの相手のフレイレ選手っていうね、なんかでかい、でかくて強い外国人のセンターバック選手にセットプレーかな、セットプレーだったかな、なんか叩き込まれてって感じだったから、うん、だからまあ長崎相手に結構ね、どっちかっていうと内容的には押せてたんじゃないかなっていうような試合してたんで、あ、そう、だから結構ね、面白いチームかなってなるほど、まあ、長崎の動画も今後、うん、上げていく中で、その辺はその辺も話題にしていきましょう。ちょっと栃木はね、なんか、うん、まあ、昨シーズン20位といってもかなりね、前線は豪華な顔ぶれになったと思うから、うん、結構ね、このチームもね、侮れないというか、北関東ダービーの相手なんで負けたくはないですけどね負けたくはない。でもね、阿部戦とかも見に行ける距離なんだけど、確か平日、そう、平日だった気がするんだよね。だからね、まあ、僕らも社会人なんでね、ちょっとね、栃木の阿部戦に応援が行けなそうなんだけど、まあせめてホーム戦はね、見に行けるようにしたいな。行きましょう、ホーム戦は。やっぱ北関東ダービー生で見たいよね。ね、その水戸もそうだけど、うん、っていうことで、うん、ちょっとね、栃木の試合も追いつつ、はい、ダービーの結果をね、ワクワクしながら待ちたいと、はい、いうところでね、まあ、早く再開を祈るばかりなんですけどまあ再開しないことにはね、うん、見れないから、まあ、とりあえずね、今回はそのお隣の県、栃木の、はい、栃木 SC をね、ちょっと調べてみました。はい、ということでね、この企画も次々やっていこうと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。